立憲野党の皆さんもお越しになっています。順次紹介させていただきます。まず最初に、立憲民主党衆議院議員の阿部智子さんです。お願いします。改めまして、皆さん、この台風の中、しかし、台風をも吹き飛ばす熱い思いで、ご参集の皆様に、立憲民主党を代表いたしまして、衆議院議員、私、阿部智子から、心よりの連帯のご挨拶をさせていただきます。冒頭、九州沖縄地方では、この台風による被害、大変に甚大なものがありますし、まず政府はそのことに全力を注ぐべきと考えますが、しかしながら今の岸田政権にはその思いすらないことを心からの憤りを持って皆様と共有したいと思います。さて、今日この代々木公園の会場には、私、衆議院議員、阿部智子が参加させていただきましたが、関西では辻元清美参議院議員がご挨拶をいたしております。先の参議院選挙、大変お世話になり、議席を得て、勝手な憲法改正を許さない戦いに、これからも皆さんと共に歩むことをまず冒頭、お礼と、そして決意のほど申し伝えられておりますので、私からご紹介させていただきます。さて、今日の集会は、さよなら戦争、さよなら原発ですが、皆さんはまずその前に、何としてでも国葬、安倍総理、元総理の国葬を行うべきではない、とことんその瞬間までしっかりと反対の意思を表明していく、それがまず冒頭の皆さんとの立憲民主党のお約束でございます。この間のさまざまな党内の論議もございましたが、執行部が出席しないというところに、本当に私たちが皆さんに応える道があると思っております。その上で、今日のさよなら戦争、さよなら原発について申し述べさせていただきます。国葬はもちろん民意に沿わない、主権者の思いに沿わないものとして、法的根拠もなく、ただ単に閣議決定の上書きでした。さて、7年前の新安保法制も同じように閣議決定で憲法を乗り越えていきました。許されない、そして今どんどん軍事化され、沖縄の先島諸島では、あるいは奄美では、次々と基地ができ、軍事化が進んでおります。おまけに戦争国債まで発行しようという政府に、それはいつか来た道、絶対に許さない。加えて、原発の再稼働、新増設、この国は果たして人々の暮らし、命、環境、人権、どう思っているのか。これからますますその勢いを強める政府に対して、私たちは平和のうちに生存する権利、人権をしっかり掲げて、皆さんと連帯してまいります。本日のご挨拶、衆議院議員、阿部智子から一言いたしました。頑張りましょう。ありがとうございます。ただいまのご発言は、立憲民主党衆議院議員の阿部智子さんでした。ありがとうございました。それでは続きまして、日本共産党志位和夫委員長です。お願いします。皆さん、こんにちは。日本共産党の志位和夫です。熱い連帯のご挨拶を送ります。2つのことを訴えたいと思います。1つは安保法制の問題です。今日9月19日は安倍政権が憲法違反の安保法制を強行してちょうど7年目ですが、私は安保法制は今極めて危険な新しい段階に来ているということを訴えたいんです。今年の夏、ハワイの沖でアメリカ海軍が主催するリムパックという世界最大規模の海上演習が行われました。この演習で安保法制集団的自衛権の発動を想定した訓練が歴史上初めて行われたんです。皆さん、一方で敵地攻撃能力の保有という、他方で集団的自衛権行使のための訓練ですよ。この2つが合わさったら恐ろしいことになります。日本がどこからも攻撃されていないのに、アメリカが海外で戦争を始めたら、自衛隊が敵地攻撃能力を使って相手国に攻め込む、その結果日本に戦火を呼び込む、こんな道は絶対に止めようじゃありませんか。安保法制7年目にあたりまして、安保法制は廃止せよ、戦争をさせるな、9条を守ろう、この声を広げようじゃありませんか。頑張ってまいりましょう。もう一つは国葬の問題です。今日のメディア各紙、毎日、日経、共同、揃って国葬反対が 60% 以上になりました。国民の圧倒的多数の会になってるじゃないですか。岸田さんが言い訳をすればするほど反対が増える。これは道理がないことの証明ではないでしょうか。何よりも皆さん、憲法違反ですよ。岸田首相は一人一人に弔意の強制はしないと言います。しかし岸田首相は、国葬というのは個人に対する敬意と弔意を国全体として表す儀式だと言ったじゃないですか。国全体ってのは何ですか。日本の国の主人公は国民ですよ。国民全体ってことになるじゃないですか。国民全体として弔意を表す、これが弔意の強制でなくて何なのか。憲法19条に違反する、まさに憲法違反であることは明らかではないでしょうか。もう一つ問題があります。同じ発言で首相は弔意を強制するだけじゃない、個人に対する敬意を国全体として示す儀式だとも言った。敬意と言ったんですよ、皆さん。敬意を示せますか？示せませんよ。安保法制を強行して立憲主義壊したのは誰ですか？アベノミクスを進めて格差と貧困をこれだけひどくしたのは誰ですか？森友武、そして桜を見る会、国政私物化疑惑にまみれたら一体誰ですか。統一教会と食いまでつかるズブズブの癒着関係を作って、そして広告塔になったら一体誰ですか。こういう人物に対して敬意を強制する、絶対にあってはならないことではないでしょうか。ですから最後まで憲法違反の国葬は中止せよ、この声を上げてまいりましょう。そして皆さんね、仮に国葬が強行された場合には、27日、国会前に集まりましょう。私はもちろん国葬など出ません。国会前に参ります。国会前にみんな集まって民主主義を守れ、この声を上げようじゃないですか。共に戦いの決意を込めましてご挨拶といたします。ありがとうございました。ありがとうございました。日本共産党志位和夫委員長、どうもありがとうございました。27日は国会正門前に集まりましょう。それでは続きまして、社会民主党党首福島みずほさんです。お願いします。どうも皆さん、こんにちは。こんにちは。台風の中で集まられた皆さん、お一人お一人に心から連帯のご挨拶をいたします。雨にも負けず、風にも負けず、台風にも負けず、安倍総理にも岸田総理にも負けず、私たち政治を取り戻していこうではありませんか。今日9月19日、忘れられない日です。2015年9月19日、まさに集団的自衛権の行使を認める安保関連法、戦争法が強行成立をしました。皆さん、この法律、違憲の法律、みんなの力で廃止していこうではありませんか。そして皆さん、さよなら原発です。岸田内閣は原発推進に前のめりで言っています。でも皆さん、世界の地震の1割が日本で起きる。そしてまさに福島東電原発事故は終わっていません。そんな中、なんで原発推進なのでしょうか。そして皆さん、安倍首相の国葬反対、法的根拠がありません。国葬法は1947年廃止になっています。何でもかんでも閣議決定でやれると思ったら大間違いだ。どうですか。思想良心の自由、法の下の平等に反しています。そして皆さん、安倍政治とは何だったんでしょうか。軍拡、そして歴史修正主義、憲法破壊、これをやってきました。森友かけ桜を見る会、まさに私物化した政治をやってきたのではないでしょうか。国葬やっちゃダメですよ。統一教会と自民党のズブズブの関係が日々明らかになっています。安倍総理、広告塔として被害を拡大させてきたのではないでしょうか。そして統一教会はジェンダー平等、 LGBTQ、 さまざまな人権政策に関して自民党が採用しないように働きかけてきたことも明らかになりました。国葬をやったらこれらの政治を正当化する、そういうことにもなりかねません。私たち国民は民主主義の力で国葬廃止、国葬をやめさせる。岸田さん、今からでもできる。閣議決定で決めたんだから、閣議決定で撤回したらどうでしょうか。みんなの力で、みんなの力で国葬を撤回させる。そして政治を変えていく。こんな腐った政治をやめさせる。原発、脱原発の実現、そのことを一緒にやっていきましょう。社民党も渾身の力で頑張ります。頑張りましょう。ありがとうございます。社民党党首福島みずほさん、どうもありがとうございました。ここで沖縄の風からメッセージをいただいていますので、代読させていただきます。このメッセージ代読が終わった後、また立憲野党の皆さんにここにおいでになっていただいて、プラカードアピールをしようと思いますので、皆さんプラカードの準備をよろしくお願いします。この代読が終わった後、シャッターチャンスでもありますので、記者の皆さん、ぜひ写真撮影お願いします。はい、参議院会派沖縄の風、参議院議員の伊波陽一です。参議院会派沖縄の風は2016年7月結成以来、沖縄の未来と沖縄県民の尊厳、日本の民主主義を守ることを強く訴え、現在は高良哲美議員と私で活動しています。去る参議院選挙においては、おかげさまで沖縄選挙区で再選を勝ち取ることができました。この場をお借りして改めて感謝を申し上げます。また9月11日には2022年沖縄県最大の政治決戦と言われた県民、県知事選挙において玉城デニー知事の再選、勝利を勝ち取ることができました。県内外の多くの皆さんのご支援をいただき、本当にありがとうございました。本日は皆様にお会いしてご挨拶することができないことをお詫びいたします。岸田総理は安倍元首相の功績を国葬の理由として挙げています。しかし安倍元首相は立憲主義、法の支配の原理を破壊し、日本版 NSC の設置、特定秘密保護法、集団的自衛権の行使を可能とした安保法制、共謀罪法など対米従属外交と軍事的抑止力編纂の安全保障政策を推進して、戦争ができる国づくりに邁進してきた方です。また森掛桜疑惑では、国会における答弁拒否や虚偽答弁、文章の改ざんや隠蔽を繰り返すなど、日本の政治を壊してきました。挙句に統一教会の広告塔として霊感商法や合同結婚式などの人権侵害行為にお墨付きを与えてきたのが安倍元首相です。そして沖縄県民にとって安倍元首相は辺野古新基地建設工事を強行した方です。自衛隊ミサイル部隊の失礼いたしました。台湾有事は日本有事と台湾有事を煽り、南西諸島住民の反対にもかかわらず、自衛隊ミサイル部隊の南西諸島配備、いわゆる南西シフトを強行してきました。しかし小さな島々からなる南西諸島からの住民避難は不可能です。県民の4人に1人が命を奪われた沖縄戦の悲劇を繰り返させるわけにはいきません。沖縄県民の基本的人権と地方自治権は安倍元首相によって徹底的に否定されてきました。ロシアのウクライナ侵攻やコロナ禍からの回復による需要増で、世界的に化石燃料価格が高騰していることを背景に、岸田政権は原発の再稼働、新増設を狙っていると言われます。25年前の京都議定書、11年前の福島原発事故を経てなお、炭素税や排出量取引なども実施に至ってないなど、安倍元首相以降の自民党政権は再生可能エネルギー導入促進、省エネ推進には後ろ向きで、今の化石燃料に依存したエネルギー構造を温存してきました。多くの国民に犠牲を強いた福島原発事故の教訓を否定し、またぞろ原発に群がる岸田政権には明確なさよならを突きつけようではありませんか。以上を連帯メッセージといたします。ありがとうございました。2022年9月19日参議院会派沖縄の風参議院議員伊波陽一さんでした。ありがとうございました。それでは皆さん後ろの方に並んでいただいて、プラカードアピールに移りたいと思います。シャッターチャンスありますので、どうぞ写真撮ってください。では後ろの方に並んでください。それでは、一緒に少し短くコールをしていきたいと思います。安倍元首相の国葬反対、安倍元首相の国葬反対、憲法改悪絶対反対、辺野古新基地建設反対、原発反対、再稼働反対。ありがとうございます。頑張りましょう。もう一度野党、立憲野党の皆さんに連帯の拍手をお願いします。共に頑張りましょう。ありがとうございました。それではここでカンパのお願いです。オレンジの私と同じこのリボンをつけているスタッフがカンパ袋を持って回ります。もうすごい雨も降ったり悪天候の中集まってさらに寒波を出させるというなんてひどい組織だと思われるかもしれませんけれども、この全てこの寒波でこの集会は成り立っています。また国葬当日の27日に向けていろんな行動があります。当日もそうですけれども、それらの行動全て皆さんの寒波で成り立っておりますので、どうぞ寒波隊が回りますので寒波のご協力をよろしくお願いいたします。それではですね、上りがですねちょっとこう前の方ですけれども少し下げていただけると後ろの方が少し見えないという声が届いていますので、前の方の上りまた少し下げて、ください。よろしくお願いします。上りがとても目印になるのは分かるんですけれども、少し下げていただきますようよろしくお願いいたします。それ